はい、こんばんは。世界水泳が世界一大好き893チャンネルです。はい、今日はですね、世界水泳でまあ瀬戸大地選手が銅メダルを取ったってことで話題になってるんですけど、はい、まあ世界水泳のね、まあ日本代表ではね、まあ、まあ、メダル1号ってことなんですけど、はい、ではね、今日はね、このニュースを視聴者の皆さんに共有するために、えー、急遽動画を撮ってます。 はいい今からニュースを読まませていただきます、えー、世界水泳、瀬戸イチが銅メダル、日本勢今大会メダル1号、前回2冠、マルシャンと真っ向勝負、まあ。マルシャンね、今回はなんか世界記録作ったそうですね。えー、予選全体3位の瀬戸イチが銅メダルを獲得した、自国開催の世界選手権、えー、競泳初日、瀬戸は今の力を全て出し切った。 決勝は前半を積極的に行きたい後半きついのは分かっている予選は4分10秒89で全体3位、えー、22年、えー、世界選手権で 200m と 400m2 冠レオン・マルシャンの泳ぎを見てでそうですね世界記録と正直に言った、まあ、実際に出たんだけどね今日はいでまあこんな感じで、まあ、ちょっと省略するんですけど まあね、銅メダルを取ったってことなんですよね、はいまあ、こんな感じで、はいまあ、まあ銅メダルをったってことなんですけど、はいまあ、それで、ねまあ、瀬戸大地選手が銅メダルを取ったってことなんですけどこれについて思ったのは金じゃねえのかよって思いましたね。はい 何つうの,あの銅なんて意味ないからはっきり言って、はいまあ、どうせあの、ね、あのメダル取んだったらやっぱ金でしょ金金金を取るよ、ね、銅メダルなんてはっきり言って勝ちないからね。はいまあ、銀メダルも勝ちないけど、まあ、銅メダルとかそれ以下だから今回、ね、瀬戸大地がなんか銅メダルごときを取ってなんか喜んでるる、ね、水泳ファンの方がいたんですけどもう正直甘いです。はい 銅メダルなんか取っても全く意味ないからね、はいあのまあ、正直ねあの金は取らないとだめですよ、はいまあ、あとね瀬戸大地選手の泳ぎを見てたんですけど本当ねあのこの人、ね、泳ぎが下手だなと思いましたね、はいまあ、このままだと、まあ、金はねあの絶対に、ね、今後も無理だなと思いましたね、はい、まあ銅、まあ、しか取れないからね、まあ、もう本当ね水泳引退しろって思いましたね はい。<laughs>